青木名古屋上新総本店新 C 料専門店、青木旭川長山パワーズ店平方、宮の坂店スーパーマーケットの真正面に出店し、歩道から手の届くところに、商品展示 QCI の店舗の例メンズプラザー青木、タトミリバーシティ店、株式会社青木ホールディングスは、メンズレディスの衣料品及び副食品の企画販売を主軸事業とする持ち株会社である。主力は、 紳士服業界、第2位の紳士服量販店、青木株式会社青木が、青木あらやか、サイズマックスの店舗を運営する。アニベルセル株式会社が、挙式披露宴施設、記念日をテーマとした、物販、カフェを運営する。株式会社開活フロンティアが、カラオケルーム、コートダジュール、複合カフェ、開活クラブフィットネスジム、フィット24を運営する。 2010年9月9日、青木グループユニオンが神奈川県労働委員会に対し不当労働行為の救済申し立てを行った。ユニオンは会社側が移動や解雇をほのめかす違法な脱退干渉をしたと訴えた。株式会社青木は不当労働行為はなかったとコメントを公表した。2011年8月1日、青木経営側が組合活動への一連の介入を認め、 神奈川県労働委員会において、労使の和解が成立した、広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。